はい、国民民主党の今井正人でございます。先週の金曜日ですね、働き方関連法案、その日にも実はデータの間違いが見つかりました。でそのことを正しているうちに与党は強行採決をしました。もちろん重要なテーマはきちっと話し合いをしていかなきゃいけませんが、十分審議を尽くさないまま、まだデータがですね、間違っているのがその日に出てきているうちに与党は強行採決をしました。まあ、そのことに、まず最初に厳重に、抗議をして猛省を促したいと思います。でその上で総理、一つお伺いしたいんですけれども、5月の16日全国過労死を考える家族の会の皆様が面談のご依頼というのを総理にされています。もう二度と自分たちのような目に遭う人が現れないように高度プロフェッショナル制度なんとか見直してほしいと悲痛な思いで、こうやって面談のご依頼をされました。今日も傍聴でいらっしゃっているそうですが、総理はこの面談のこと18日に多分ご存知になっていると思うんですけれども、これはどうしてお会いになっていただけなかったでしょうか。安倍内閣総理大臣。過労死と過労自殺の悲劇を二度と繰り返さないという、強い決意のもとですね、政府としてはこの今回もですね、時間外労働の規制について、いわば労働組合とですね、初めて、この合意を結んでですね、その罰則のサブロック協定でも超えられない規制を結ぶことができた、規制をですね、作ることができたわけでございます。そういう意味においてはしっかりと、この過労死の防止を進めていると、このように考えているところでございます。と同時に、コープロ法についてでございますが、政府としては全国過労死を考える、家族の会の皆さんを含めですね、過労死をなくしたいとの強い思いを受け止め、罰則付きの時間外労働の上限を設けることなど内容とする働き方改革関連法案の成立に全力を挙げています。ご指摘の全国過労死を考える家族の会からの面会の要請についてはですね、政府として受け止めて検討した結果、働き方改革関連法に対するご意見であることから法案の担当省庁であり、その内容経緯等をですね、熟知している厚生労働省において承らせていただこうという結論に至ったものであります。私としてはそうしたご意見については法案を担当する厚生労働大臣ないしは役所からしっかりと承りたいと考えておりますが、いずれにいたしましても過労死をなくしたいと思いをしっかりと受け止めて全力を尽くしていく考えでございます。今井君。いや、ずいぶん冷たい対応されますね。今話ありますけど、今日午前中の質疑で、拉致 の被害者の皆さんからとこれから会うとおっしゃってましたよね。もちろん拉致の問題も本当に重要です。でもこれ働き方改革は今回の目玉でしょ。総理の肝入りの法案じゃないですか。しかもこの方たちも命に関わる問題だと思って一生懸命やってられるんです。拉致の問題と同じじゃないですか。で拉致だって拉致の担当大臣がおられます。これも厚労の担当大臣がおられます。それでも総理は直接ご自分でお会いになるじゃないですか。そしたらやっぱりこういう皆さんの方にもぜひお会いしてくださいよ。先週 の23日ですけども、23日、総理入りの質疑ありました。あの時もいらっしゃっておられて、10分でもいいからお会いしていただけるんじゃないかなって待ってたそうです。でもそれでもお会いしていただけないので、雨の中また座り込みをされたそうです。でその夜総理何されてました。財界の皆さんと2時間半も食事しておられたでしょう。財界の皆さんにはお会いして、こういう被害に遭われた方たちにはお会いされないんですか。
いや麻生さん、それ笑うとこじゃありませんよ。話をですね、話をですね、10分でも15分でも聞いてもらいたいと、そういう声にちゃんと総理答えてあげてくださいよ。ね、まだ衆議院の委員会が終わっただけです。法案自体は成立していません。今からでも遅くありません。ぜひ時間を作って、この、家族の会の皆様にぜひ会う時間を作っていただけませんか。安倍内閣総理大臣。今あ、まあ、この後ですね、拉致被害者の家族の方々と会うこととの比較をされました。ではなぜ、このタイミングでですね、私が会う家族の会の、拉致被害者家族会と会うかといえばですね、まさにこれ6月12日の米朝首脳会談を前にして、これは姿勢をですね、示していくんですよ。すべてが外交の一端なんですよ。でこれは私自身がですね、私自身が例えば韓国の大統領やムンジェイン大統領や、あるいはプーチン大統領や、あるいはまたトランプ大統領と近々電話で話をしますが、まさに話した拉致被害者の方々とお目にかかった上において話をしているということの重要性はですね、理解をしていただきたいと、こう思うわけで、あります。でそこは皆さんやじるところじゃないじゃないですか。でそこですみません、静かに黙ってくださいよ。それは少し静かにしていただきたいと、こうやって答弁中は真摯にもしているんですから。答弁中はご静粛ください。ここはやじるところじゃないと思いますよ。そこでですね、そこで、いわばこの法、皆さんですね、本当に過労死によって、本当に苦しんで、家族の会の皆さんは、家族を過労死で失ってですね、本当に苦しんでおられると、まあ、今でも大変苦しんでおられる。私本当にその気持ちは重々承知をして、おります。まあ、しかし実際にですね、この、いわば行動プロフェッショナル人材、についてはですね、行動プロフェッショナル制度については一番熟知をしているのはですね、これ私ではなくて、加藤厚生労働大臣であり、これ正確に、これは、お答えをさせていただかなければいけないわけで、ございます。私が例えば私があって横に加藤さんがいて、加藤さんが全部答えているということになれば同じことでありますから、いわば、そういう意味においてですね、加藤大臣あるいは厚生省においてこれは承るべきだという判断をさせていただいたところでございます。今井君。総理ね、拉致問題本当に解決してもらいたいですから、その被害者の皆さんにお会いするのはもう本当にいいことだと思います。だから6月12日というタイミングがあるからお会いになるわけでしょ。これ成立する前に会っていただかなかったら、成立してしまったからじゃダメじゃないですか。だから時間ないんですよ。この国会内にやられるとおっしゃってるんでしょ。あと3週間ぐらいしかないじゃないですか。その前にぜひこういう被害者の皆さんの声をですね、耳を傾ける、それぐらいのことを一国の総理ぜひやっていただきたい。ぜひお会いしていただけないですか。安倍内閣総理大臣。いわばこの法案を作る上においてですね、先ほど申し上げました長時間労働の時間外制限も、まあ、そうでございますが、まさに過労死をなくすということにおいてですね、この中に健康を確保するための措置も入っているわけでございまして、そうしたことをですね、十分にこの議論をしながら進めてきたところでございますし、また今度修正案が出ておりますが、まあ、どちらにしろですね、政令等で書く予定ではありましたが、このコープロ法の制度でスタートしたけれども、まあ、自分の意向とは違うというものであればですね、これはこの制度から外に出るということをですね、まあ、法律上も明記しようということにもなっているわけでございます。まあ、そうしたこと等についてはですね、いわばご説明する上においては、これは厚労大臣の方がふさわしいとこう考えたところでございます。今井君。いやいや、それは厚労大臣もお会いしていただくのは大事ですけれども、まあ、繰り返しになりますが、この国会の目玉なんでしょ。で今説明されておられるじゃないですか、自分で。そういうことをもう含めて、しっかり膝詰めでお話をされたらいかがですかと。いろいろ心配されておられるんですから、政府がそれは大丈夫だとおっしゃるなら、そういうことをきちっと伝えるべきじゃないですか。向こうの懸念もちゃんと聞くべきですよ。10分でも15分でもお会いしていただければいいんですよ。ぜひお会いしていただけないですか。
安倍内閣総理大臣。いわば、もちろん、さまざまなこの被害者の方々の会が、ございます。そういう方々への皆さんへの対応、そういうお気持ちはもちろん私は総理大臣として受け止めなければならないと思っておりますが、その中で例えば、政策的な要望がある場合はですね、やはりこの政策の担当者が、お目にかかることは当然、であろうとこう思っております。もちろん、情の上においてはですね、私もその気持ちについては、理解できるところでございますが、やはりこの政府の、対応としてはですね、この法案について熟知をしている、やっぱ政策的な、議論をするわけでありますから、これは厚生労働大臣、あるいはまた厚生労働省がですね、対応するのが適切であろうと考えているところでございます。今井君。いや、もう本当に残念でなりません。高橋まつりさんのお母さんもですね、いろんな SNS 等で、私は騙されたんじゃないだろうか、利用されたんじゃないだろうかと、こういうことまでおっしゃっているんです。そういう気持ちにさせてしまうようなことをやっぱり政府としてやったらダメですよ。そういう人たちの気持ちに寄り添ってやっていくのが、これ働き方改革って誰のための改革なんですか、経営者の方の改革なんですか、働く皆さんの方の改革なんじゃないんですか。じゃあその人たちに寄り添ってやる、そういう気持ちをぜひ持っていただきたい。もう答えていただけませんから、私は残念ですけども、そのことは強くお願いしておきますし、まだ時間ありますから、気持ちを入れ替えて、会おうというふうにぜひ決断をしていただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。続きまして、森友と加計、その他いろいろな問題をお伺いしたいと思いますが、総理、まず最初に、今日も朝からずっと質疑をしておりますけれども、ここまで来てですね、総理はこれ、海は出し切るとおっしゃっておられましたが、もう海は出し切られたというふうに思われますか。安倍内閣総理大臣。まだ国民の皆様はですね、そうはお考えになっておられないだろうと、こう思います。このいろいろありますが、日本問題については、すでにですね、このイラクでの日報法等も含めて、あるいはどうして、ああしたことが起こったかということについて、詳細に、説明をしていると、こう思うところでございます。そして、家庭問題、について言えばですね、まさにプロセスにおいては、これは一点の曇りもなかったのは間違いないだろうと、こう思うところでございますし、私から指示や依頼を受けた人はですね、これは前から時間も含めて、これ誰もいないということは、これ明らかになっているというふうに考えるところで、ございます。そしてまた、森友問題についてはですね、まだ、このあと財務省からですね、そのいわば調査報告書が出るところでございますし、あとまた、検察の、この捜査の結果が出てくる途中であろうと、このように考えております。今井君。まだ海は出ていないというご認識だそうですから、今日じゃ終わりじゃありませんからね。まだいろんな調査が出てきたら、予算委員会もきちっとやっていただかなきゃいけませんし、我々の党は特別委員会も作ろうと、徹底的にやろうと、あらゆる手段を使って、とにかく、真相を解明する、そのことはぜひ総理、行政としても協力していただけますね。していただきますね。安倍内閣総理大臣。これまでもですね、申し上げてきた通りですね、国会から要請があったものについてはですね、政府として誠意を持って対応しなければならないと、その間ですね、しかし財務省において回していただくことがあったことは、お詫びを申し上げなければならないと、今後しっかりと誠意を持ってお答えをしていきたいと考えております。今井君。それではちょっと個別にお伺いしていきたいと思いますけど、今日もずっと質疑出ています、愛媛県の資料なんですけど、私これこの1週間、何だろうなこれということが何回かありまして、まずこの書類が出た後に5月23日に
加藤前、愛媛県知事が、まあ、自民党に行かれて外でぶら下がりに応じておられて、伝聞の伝聞だからなと、なんか少し加計学園が持って話したんじゃないかなとかいうような発言をされて、加計学園しかこのことはわからないなということをおっしゃっておられて、それでその2日後の5月25日です。これまで一言も何もおっしゃらなかった今治の市長が突然、公式にコメントを出されて、伝聞の伝聞だからわからないと、これ加計学園じゃないとこれはわからないですねというような発言をされています。突然どうされたのかなと思いましたら、翌日ですよ、加計学園からコメントが出て、あれは嘘だったと、盛ったんですと。こんなにこう都合よく話が行くんですか。これ普通に考えたらこのお三方は話し合いながら しながらですね、こういうふうにやっていこうということでやっておられるんじゃないです か。そうじゃない、まあ、今治の方も今までずっと発言されておられるなら分かりますよ。ずっと口を閉ざしておられたのに突然発言された、この件だけ。とても不思議です。で、総理お伺いします。午前中も聞かれてましたけど、この直近のこの愛媛県の紙が文書が出てきてから、総理は加計の方とか加計学園の方とかこの関係者の方とお話をされましたか。この件に関してお話をされましたか。安倍内閣総理大臣。このご指摘の平成27年2月の25日にですね、加計理事長とお会いしたことはないということを私は申し上げた後ですね、加計学園も理事長が2015年2月に私とお会いしたことはない旨のコメントを公表していると、まあ、承知をしております。また加藤知事もですね、これ参考人としてすでに出席をされておられます。またぶら下がり等々に応じてですね、加藤知事からは今言った趣旨の発言がなされたものと承知をしております。またいわば獣医師会がそれを創始しようとこの政界工作等々をやったという趣旨のこともお話をされていたんだろうとこう思うところでございますが、まあ、そこでですね、私と加計氏が電話をして相談をしたかということは一切ございません。舞君。電話等でもないということですね。そしたら逆にお伺いしますけれども、まあ、記憶ベースで結構ですが、一番直近で加計、理事長といつお話になられましたか。安倍内閣総理大臣。この問題がだいたいこの大きな問題となりつつある中においてはですね、もうこれは話をしない方がいいだろうと言うて、それ以外話をしていないということでございます。今井君。それはいつ頃からですか。大きくなり始めたって頃はってのは1年ぐらい前ってことなんですかね。まあ、いや話をしたかあったか、まあ、電話も含めてです。安倍内閣総理大臣。あったのはですね、2016年の12月の24日で、まあ、ございます。でその後ですね、その後正確にそのいつかということについてはですね、これは今ここでですね、はっきりと申し上げることはできないんですが、基本的にこの問題がいわば問題になって以降はですね、むしろ連絡を取り合うべきではないと、このように考えたところでございます。今井君。ちょっと待ってください。昨年から今年にかけては、お話をなさってないってことでよろしいですか。安倍内閣総理。昨年から今年についてはですね、話をしておりません。いない。今井君。秘書官にそういうこの話をしておくようにってことを指示されたこともないですか。安倍内閣総理大臣。話をしておくと何をですか。加計さんと秘書官ではないですか。いやちょっとよく、じゃあすみません、もう一度。今井君。加計学園の加計理事長と、総理の、まあ、お付きの方、秘書官とかに、秘書官の方に連絡をしておくようにということで、秘書官に指示をなさったことはないですか。安倍内閣総理大臣。事実確認。いわば、まあ、事務的な打ち合わせ、も含めてだろうと思いますが、まあ、そういうこと
をですね、むしろすべきじゃないとこう考えていたわけでありますから、私と、加計孝太郎氏は電話をしなかった、電話という話をしなかったのでありますから、当然ですね、所管経由ということについてもないということでございます。今井君。はい、次にですね、この加計学園の方が否定のコメントを出されているんですけど、実はいや一部しか否定してないんですね。全部を否定しているわけではなくて、この2月25日に15分あったということは、この時少しこれはちょっと嘘をついちゃったというような話をされていますけど、その次のページに、柳瀬首相秘書官が資料を出すようにと、この2月25日の、総理と理事長の面会を受けて、同秘書官から資料提出の指示があったと、それで、これに対して資料を作らなきゃいけないと、資料を作って、持っていったということが書いてあります。先日私も柳瀬さんに参考人で質疑いたしましたけれども、このようなことは一切おっしゃっておられませんでした。おかしなことがいっぱいあるんです。4月2日に吉川さんという方に会ったっておっしゃってましたが、午後になっていや違うかもしれないとおっしゃってまして、で3月も6月も違う方になってるんで、一体吉川さんとはどこでいつ会ったんだろうと、まるでわからないという、謎に陥ってしまったという答弁です。もう全く信頼性ありません。で加えて3月の時、こういう資料提出とかそういうことに関しても何もおっしゃっておられないんですね。すごい食い違っています。このことは確認していただけました か。梶山国務大臣。ご通告のありました事項につきまして、柳瀬元秘書官に確認をした結果をご報告をいたします。獣医学の専門家の元東大教授との面会日について、午前の衆院当時 の参考人質疑ですね、午前の衆院での参考人質疑では4月頃、その後の報道を拝見すると、おそらくこれが4月2日だったのではないかと答弁をいたしました。午後の参議院での参考人質疑では、元東大教授との面会日について、それが4月2日なのかその前なのか、そこはちょっと定かではありませんと答弁をいたしました。午前中の衆議院の予算委員会で元東大教授の方とお会いしたのは、おそらく4月頃の面会の時だったのではないかという趣旨を申し上げましたが、お会いしたのが2月から3月の頃の面会の時だったのか、4月の面会の時だったのか、そこははっきりと覚えてございませんので、午後の参議院の予算委員会の時にははっきりそのように答弁をさせていただいたということでありました。お会いしたのが2月から3月頃の面会の時だったのか、4月頃の面会の時だったのか、はっきりと覚えていないという趣旨で答弁したものですので、4月にはいなかったとする県の文書と矛盾抵触するものではないと考えております。以上のとおり、柳瀬元秘書官から説明を受けたのでご回答いたします。前君。ですね、違うんですよ。吉川さんは応仁10人ぐらい来られてたんだけど、その中で一人だけ喋っててわーっとおっしゃってたので、よく覚えてるとおっしゃってます。でも2月3月は数人で来られたと答弁してます。辻褄合いません、全く合いません。で2月3月の時はなんかその学園の方が今までの経緯を話しされただけだと、で少人数で来られたというふうにおっしゃってるので、そこが吉川教授だということは、それは柳瀬さん何か間違った答弁してますよ。もしそれが本当だとすれば、2月3月は少人数だとはっきりおっしゃった。で吉川さんは大人数で来られたと言っています。だからついつも合いませんよ。虚偽答弁じゃないですか。まあ虚偽なのか間違えて覚えてるのか分かりませんが、少なくとも間違ってると思いますよ。梶山大臣。通告がありましてから本人に確認した結果がこういうことでありました。マイクね、委員長、やはり柳瀬さんがあの時参考人でおっしゃったことと、その後出てきていることが全然食い違っています。まあ、これはもうこうやってこういう答弁であればもうご本人にお伺いするしかありませんね。まあ、参考人であれだけこうなんていうか曖昧なことをおっしゃっておられるんであれば、もうこれ証人喚問するしかありませんので、ぜひ国会にお呼びしていただきたいと思います。よろしくお願いします。理事会で協議をさせていただきます。はい、今井君。
次にですね、藤原市議官の件ですけれども、2015年の8月ですね、もう6月に国家戦略特区の申請を今治市が行った後の2ヶ月後、加計学園に行って、その後、今治市に行っているということですね。で、案件に関しては国家戦略特区に関してということでありますから、まあ、事業者は加計学園であるということを想定して言っておられるということだと思うので、もう加計ありきだと思うんですけれども、確認したいんですが、この時車の提供は推認されるというふうにご答弁されておられますけど、合わせて私は食事も提供されたんじゃないでしょうかということをお伺いしておりましたら、調査しますということだったんですけれども、これいかがですか。梶山国務大臣、詳細ありますか。内閣地方創生推進事務局審議官、村上圭介君。調査の事実関係なので、私の方からお答えを申し上げます。国会におけるご指摘等を踏まえて、関係者に聞き取り確認作業を事前に行いまして、民間事業者の車の提供について確認、車の提供について可能性を推認するに至ったということで、5月14日に大臣の方から答弁をさせていただいたとおり、調査を開始いたしました。その時の事前の確認作業の中では、車の提供に限らず、関係者への確認作業を内閣府としてしておりましたが、食事の提供等については推認する材料が当時は得られておりませんでした。このため、車の提供について推認するに至ったので、調査を開始したというふうにご説明を申し上げたところでございます。その後につきましては、国家法務院倫理審査会等とご相談をしつつ、そのやり方、調査の範囲も含めてご相談しながら進めておりますので、恐縮でございますが、お答えを差し控えさせていただきます。今井君、ちょっと待ってください。倫理審査会はですね、倫理審査会はアドバイスをするだけで、調査をされるの皆さんでしょ。やり方も考えててまだ何もやってないんですか。もう一回言ってください。どこまでやってるんですか。村上君、ちゃんと答弁してください。お答えを申し上げます。事前に入るまでのプロセスにつきましては、先ほど申し上げたとおり、内閣府で確認作業をしている段階で、関係する民間事業者の方から移動手段の一部に、民間事業者が管理運用する業務用車両を用いた可能性を伺える証言が選ばれたので、調査を始めているところでございます。ただその当時 その関係者の証言では、車両の事実関係すら断定できるだけの材料を持ちでなく、車両その他につきましても確認をしたところ分からないというところでございます。でこれらにつきまして、実際に調査をする上では、これが法律に抵触しうる行為なのかどうかも含めて、その調査すべき方法範囲についてご相談し、アドバイスをいただきながら、どの範囲でどのように調査すべきか決めていく必要がございます。そのため、公務員倫理審査会事務局の方に相談をしながら、慎重に調査を進めているところでございます。答弁不十分、即止めてください。答弁拒否ですから、これ即止めてください。委員長、今のは答弁拒否ですから、即止を止めてください。委員長、同じことを、簡単な調査ですから、問題点を答弁を整理していただくまで、即止を止めてください。委員長、場内協議しますので、即止を止めてください。即止を止めてください。
今井君、もう一度調査しようという姿勢が見えないから私たちが総理大臣だと申し上げているんです。答弁してください。答弁してください。同じ答弁はダメだろ。同じ答弁ダメですよ。村上君、あ、お答えを申し上げます。事前の確認の段階で出張者3人ございます。車については1台、推認されるということがその段階では分かってございます。でこれにつきましては本当に1台なのかどうか、それから3人および、民間事業者の側、関係する関係者、同乗者がいるのかいないのか等々一つ一つ丁寧に調べていきまして、それらの証言がちゃんと合うのかどうかも確認をする必要がございます。このため時間をかかっているということと、それから進行中の調査につきましては情報公開法において第5条第6号でございますが、監査検査取締役経る事務という関連になりますので、現在そのような形で調査をしている最中のことについてはこれに該当することからお答えを差し控えさせていただきたいと思います。結局答弁拒否じゃないですか。現時点の答弁に対して質疑をしてください。答弁になってないから あなたは質問じゃないです。じゃあもう一回時を止めてください。飲食の提供があったかどうかだけ教えてください。村上君、お答えを申し上げます。私どもが事前の確認の段階で関係者から聞き取る限りでは飲食の提供の事実は確認できませんでした。これにつきましても現在審査会と相談をしつつ調査をしてございます。今井君、ですね、国家公務員倫理規定というのがありますが、実は車の提供というのは限定的に認められているんです。ところが利害関係者と共に飲食をすることっていうのはもう完全にアウトなんですね。だからこちらを答えられないんじゃないかと私は疑ってしまうんですよ。委員長、今調査中だとありましたから、この委員会に速やかに調査の結果を提出していただくようにお願いできますか。わかりました。理事会にわかりますが、速やかに理事会で協議をさせていただきます。委員長。今井君、森友もちょっとやりたいんで、最後、委員長、もう一つお願いしておきます。実はですね、今治市はちょろちょろっとお答えましたが、それ以外の会議録みたいなのを出してるんですけど、全部真っ黒なんですよ、全部真っ黒。愛媛県は全部出してますけど、これ、公文書ですが、今治市、真っ黒です。多分ここにいろんなどういう会話がされてたか、しっかり書いてあるはずです。で昨日ですね、市長は参議院からの要請は任意であって国勢調査権を発動したものじゃないので応じなかったと言ってます。それはちょっとないと思うんですね。だぜひこのことをしっかり出していただきたいのと、それから八田座長です。議事録もですね、これ座長の判断で公開することができます。ですからこの八田座長にもお願いして、議事録の公開、特に加計学園が出席していた時の議事録の公開、このこともぜひ、委員会から要請をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。理事会において協議をさせていただきます。どうぞ今井君。はい、皆さん分かっていただけるように出してもらってないものが山のようにまだあるんです。今日はご紹介しようと思ったら本当にね、まだ出ていないものたくさんありますから、もうまるで海は出ていないというか海だらけですまだ、ということを申し上げておきたいと思います。で森友学園の問題を少し触れたいと思いますが、総理まず一つ目、ずっと平成27年の11月の話されてますけれども、これ向こうに記録があるのは、森友学園から社会福祉法人同様優遇を受けられないかと総理夫人に紹介があって、それを受けて谷さんが問い合わせをしているというふうになっていますから、この文章だけを読めば、総理夫人が内容を聞いて、それで、それを受けて、谷さんが紹介したと、そういうふうにしか読めません。今までの答弁とちょっと違うんですけど、どちらが正しいんでしょうか。
違いますよ。太田理財局長。お答えを申し上げます。今の委員のお話は文章のその部分だけを取られるとそういうふうにも取れるというお話だと分かりました。で書いた本人に確認をしております。電話を要するに受けた本人に確認をしております。総理夫人という名前というか言葉というのが出てきたことは覚えていると。でその上でメモに今委員がおっしゃられたように、総理夫人に紹介がありというふうに記載をしたんだけれども、それは紹介内容が自分はの担当じゃないところが担当しているので、その心理担当者に分かりやすいように記載をしていたということであって、総理、今委員がおっしゃったように総理夫人に直接紹介があったというようなことを聞いてそういうふうに書いているわけではなくて、ざくっと書いて一言一句正確にそういう意味で書いているわけではないと。それは書いた本人がそういうふうに言っておりますので、それは事実としてご報告を申し上げます。今井君。いや正確にどういうふうに、ことがあったか覚えてらっしゃらないということですけれども、しかし、その時は自分の思った正確に書いてるわけですよね。で そこにですね、総理夫人からこの内容優遇を受けられないかと紹介があったと書いてあるんです。総理が奥様とから伺った話と違いますよね。内容はよくわからなかったとおっしゃってますから、これはここに書いてあることと、昭恵夫人がおっしゃっていることは違っています。これどちらが正しいかご本人に聞くしかないですか。安倍内閣総理大臣。いやこれは読んでいただけ、今までの答弁をよく見ていただければですね、理解していただけるんだろうと、思います。ご指摘の点については、まあ、すでに国会で何度もですね、答弁をさせていただいているわけであります。新たな内容ではなくて、すでに出ている話であります。夫人付けからのファックスの関連で、妻は籠井氏から何度か留守番電話に短いメッセージをいただいたが、土地の契約に関して具体的な内容については全く聞いていなかったということは、これまでも申し上げてきた通りであります。そして、妻への留守番電話の後、籠井氏側から夫人付けに対して、これは27年の 10月26日の決心でありますが、夫人付けに対して手紙が送られてきたので、財務省に問い合わせを行った結果として、そして夫人付けが回答を再作成したものであります。当然ですね、夫人付けがですね、この、財務省に、この問い合わせをする上においてはですね、そういう経緯もおそらく話をしているんだろうとこう思うわけでございます。でそしてご指摘の、まあ、交渉記録において記載されている優遇を受けられないかという件は、あくまでですね、この籠井氏側が夫人付けに対してに宛てた手紙に書かれたもので、これはおそらく今いろいろ言われている方は読んでおられないんだろうと思いますが、これは夫人付けに宛てた手紙に書かれていたもの、これはもうすでに公開されているもので、何回か私はここで聞かれてお答えをしていることでございます。そして夫人付けから財務省への問い合わせの内容はですね、当時介護施設に対し定着地の賃借料について優遇措置が検討されており、その優遇措置の対象に学校法人は含まれないのか、また学校法人にそれを拡大する予定はないかをですね、問い合わせたものでありまして、財務省からそのような予定はないことをですね、回答しており、このことは財務省からも国会においてすでに同様の答弁がなされていると、まあ、承知をしているところであります。またこの点も含め、夫人付けからの財務省への問い合わせは国有財産制度に関するものであり、仮に籠池氏側から財務省に対して問い合わせがあったとしても、まあ、同様に答える内容であると、まあ、承知をしております。つまり夫人付けから財務省への問い合わせは値下げをしてくれ、優遇してくれということではなくて、こういう制度があるのか、あるいはこれは適用されるのかという制度に関する問い合わせだったということではないかと思います。今井君。ですね、ここに書いてあるメモは谷さんがおっしゃったことをメモしているんですよ。谷さんが財務省、財務局に連絡をしたときに、そのご夫人が籠池さんから優遇してくれないかって言われた紹介があったんで、私聞きましたって言って伝えてるんですから、谷さんがおっしゃってることです。だから何が正しいか分かりませんよね。これやっぱり昭恵さんも谷さんも、まあ、国会に来てもらわないと分からないです。お二人もちょっと国会招致よろしくお願いします。理事会で協議をさせていただきます。今井君。
最後にですね、ゴミの問題、これ本当はじっくりやりたいんですが、また明日の、財務金融委員会でやりたいと思いますけれども、先ほどの説明がありましたが、ちょっとおかしいんですね。先ほどのは4月12日に一度出してきたんだけども、公邸の方にもう少しあるかもしれないというんで広げた、グランドか、グランドっておっしゃってましたね。広げたとおっしゃってますが、もともとですね、そこじゃないんです。今回に出てきてるやつもずっと読みましたけれど、業者は3メートルまでしか掘れないと言っていて、で、こう言ってます。どこまで、どの深さ、どの層にまで、先ほど申し上げたように地中の廃棄物にてはどの深さにどれぐらい層があるかの資料もなく確認もできないと、深さどれだけあるかわからないって言ってるんですよ。それなのに4月14日なんかでは 3.8 メートルまでゴミがあるって言って、その決裁文書に書いてあるんです。業者側は 3.8 どこまであるかわからないって言ってるんですよ。それで出してきた 写真がなんと3メートル掘ってないという写真を出してきている。それで 3.8 メーターまで掘ったって堂々と言ってるんです。で、4月5日に打ち合わせがあって、4月12日13日までに業者から資料を出してくれというふうに打ち合わせが行われています。で、4月14日に値段が決まってるんですけど、その段階のところは何も書いてないんですね。ここでですね、業者側に実は3メートルしかないんだけど 3.8 メートルまであったことにしてくれと言って数字を合わせてきたんじゃないですか。大臣、そこのところ先ほどの説明、私はあれは範囲を広げたってことでしょ。私はね、深さを3メートルしかないのに 3.8 メートルまであるように、捏造して、写真まで捏造してこういう計算をしたんだと思いますよ。いかがですか。国土交通省航空局長海老名邦治君。質疑時間が来ておりますのでお答え申し上げます。近づいております。あの 3.8 メートルの件につきましてはたびたびお尋ねをいただいておりますけれども、事業者の報告書でですね、確認した穴の様子を示す写真がありまして、その穴で、1メートルおきに黄色白黄色白とメジャーがついている写真が写されているということで、それが提出をされております。また22年の調査などでも3メートル以上にゴミがあるという箇所もございます。まあ、そうした、これまでの既存の調査や、それから事業者から報告をされた報告書、それから現地の確認などを踏まえまして、検証可能な材料で、まあ、設定をしたということでございます。今井君。すみません、もう時間が来ましたので、ちょっと冷たいところ満載なんですけど、これで終わりますが、今ご覧になっていただいた通り、もうまだ解明してないこと山のようにあります。まだまだこの問題は海が出ておりません。で、そのことを、それをしっかりと解明する、そのことをやっていただきたいと思いますし、午前中からの質疑見ていると、特に与党の皆さんは、役人の人たちに責め立てて、役人が悪い役人が悪いというストーリーを作っていますが、これは政治家も責任ありますよ。政治家のやっぱり責任、政治家もちゃんと責任を取ると、そのことを、要求いたしまして、私の質問をさせていただきたいと思います。